んもつーちゃんも髪の色変えてますます可愛くなってる。早速今日学校終わったら新曲の CD 買いに行こうっと。あの BKA が？それ本当？BKA？ 本当見たよ。テレビで見るのとは違う裏の顔があるんだって。アイドルなのに怖いよね。リーちゃんでーすなんて可愛く言ってるけど、実はね、裏の顔があるのはリーちゃんだけじゃないみたいだけど。あの BKA 様に裏の顔？なんだろうなんだろう、気になる。今日 BKA は朝一からテレビ局で音楽番組の撮影をしてるはず。こうなったら学校休んでテレビ局に潜入だ。あー、もしもし、ケリーの母ですけど、今日ケリーは風邪をひいたのでお休みします。これでよしった。よし、 BKA の裏の顔を突き止めるぞ。あら、ケリーちゃんのお母さん風邪でもひいたのかしら。いつもと声が違ったような。テレビ局来たのはいいけど、私中に入れるかな。こっちの裏口には警備員がいるし。あ、でも私だって昔テレビに出たことがあるんだから、堂々と行けば入らせてくれるよね。おはようございます。ん？こらこら、ちょっと待って。君は芸能人じゃないだろ。ここから先は芸能人以外は入れないんだ。私ちょっとした芸能人ですよ。ほら、ちょっと前にサリーっていう赤ちゃんタレントと CM に出たり、モデルのザックとドラマに出たり。ああ、あの可愛い赤ちゃんタレントのサリーちゃん、そのお姉ちゃんか。まあ芸能人とまでは言わないけど、いいだろう、入りなさい。ありがとうございます。チーッス。今日のバイクも最高。おはようございます。さくらさん、またそんな堂々とバイクで来て、ファンに見られたら大変ですよ。早く中へ入ってください。もう大丈夫よ。こんな格好だから誰も私なんて思ってないわ。たく、外じゃアイドルキャラを気にしないといけないからめんどくさいわ。ま、ファンにバレなきゃ OKOK。 あのお嬢様キャラのさくらんがまるでヤンキーのような。 BKA に裏の顔があるって本当だったんだ。でもついこの前さくらんテレビで、さくらんことさくらちゃんは BKA の中でもお嬢様で有名ですよね。はい、うちは父が私のことを心配しすぎて自転車に乗るのも禁止なんです。だから自転車などには乗ったことないし、いつも送迎の車でスタジオ入りしてます。そんなとってもお嬢様なさくらんのインタビューでした。なんて言ってたのに、自転車どころかバリバリバイクに乗ってるじゃん。こりゃ他のメンバーの裏の顔も突き止めなきゃ。どこの部屋に届ければいいのかな。うん？誰か出前でも頼んだのかな。すいません、出前お持ちしました。はーい。あ、いつもありがとうございます。こちらご注文いただいたラーメンとカレーとお寿司、ステーキに餃子にシューマイ、ピザにポテトをお届けに参りました。ありがとうございます。めちゃくちゃすごい食べ物の量。中でパーティーでもやってるのかな。それじゃあまた夕方に30人前お届けしますね。失礼しました。あー、お腹すいた。早く食べちゃおうっと。早く食べちゃおうっとって、もしかしてあの量一人で食べるんじゃないよね。いただきます。今日はちょっとあまり頼まなかったから、私足りるかな。まさか本当にアリスちゃんあの量一人で食べるなんて大食いだったの。でもアリスちゃんインタビューでは、アリスちゃんは本当に細いけど、そのスタイルを保つ秘訣は何なんですか。秘訣なんて特にないんですけど、食事には気をつけてますね。また私小食で一人でハンバーガー一つも食べられないんです。なんて言ってたのに、あの量一人で食べちゃうなんてギャル曽根じゃん。アリスちゃんが大食いだったなんてびっくりだよ。エリ
リーちゃんの声がする。隠れなきゃ。こんな時にまでカバンを持ってこないといけないなんてね。カバン？そっか。エリーちゃんは BKA で唯一頭がいいと言われてるから、あのパンパンのカバンの中には教科書とかがいっぱい入ってるに違いない。エリーちゃんとアリスちゃんは勉強の話したりするのかな？アリスおはよう。もうまたそんなぐーたらして、またご飯いっぱい食べたんだ。全然足らないぐらいだったわ。それよりエリーも大変ね。毎日この無駄なバッグ持ち歩かないといけないなんて。無駄なバッグってどういうこと？ほんとほんと、もう天才キャラなんて嫌。おかげでクイズ番組にも呼ばれて、どれだけ苦労してるか。教科書いっぱい入れてるふりして、実はティッシュ詰めてるだけなんて、ファンの人が知ったらやばいよね。本当の私はすごいおバカだし、エリーはテレビでは天才キャラだけど、まさか毎回テスト0点なんてね。私は天才キャラでいないといけないんだから、誰かに見られたらまずいわ。エリーちゃんって実はおバカだったの？テストが全部0点なんて、私と一緒じゃん。また誰か来る。マスクにメガネにジャージなんて、とてもテレビ関係の人とは思えないダサい格好。ジャージお腹にインしてるし、っていうかあの赤い髪っておしゃれリーダーと言われてる泉ちゃんに間違いない。あれが私服？雑誌の泉おしゃれ私服コーナーだって持ってるっていうのに。おはよう。泉、もうまたそんなダサい格好で来て、ファンの子が見たらびっくりがっかりよ。もうちょっとおしゃれリーダーの自覚を持ったら？うるさいな。私が本当はおしゃれのセンスなんかないの知ってるじゃん。楽ちんなジャージが何より一番よ。ほんと PKA1 ダサいんだから。ダメだ、私の中の憧れ BKA 様が音を立てて崩れていく。もうすぐテレビ番組の収録始まるってさ、私と泉は着替えなきゃだね。アイドルの姿になってくるか。もうリーちゃんとツーちゃんとミサミサはスタジオに行ってるって。いやー、あの4人にあんな裏の顔があったなんて。まさかメインの3人にも裏の顔が。いや、リーちゃんたちはテレビのまんまだと信じたい。やっほー、あなただけのアイドルミサミサだよ。はい、カット。あー、やっぱりミサミサはテレビで見るそのままだ。よかった。ごめんなさい、ちょっと電話してきます。あ、もしもし、パパ。ミサミサ、今日は早起きで疲れちゃったよ。だから撮影終わったら迎えに来て。パパと一緒に美味しいもの食べたい。え、いいの？やった、パパ大好き。まさかあのしっかり者のミサミサがファザコンだったなんて。ちょっとミサキ、イメージは大事なんだから、ファザコンがバレないようにしてよ。何よ、それを言うなら翼の方がヤバいじゃん。子供なんか連れてきちゃって。パパ、子供つーちゃんにまさかの隠し子が？そんな仕方ないじゃない。いつも面倒見てくれてるママが風邪でダウンしちゃってさ、愛するダーリンもお仕事だし、母親の私が見なくちゃ。まさかのツーちゃんは結婚してたの？アイドルが裏では結婚に赤ちゃんまで。ツーちゃんびっくりだよ。みんなに迷惑はかけないから、今日だけあずさを一緒にいさせて。仕方ないわね。もうみんないい加減にしてよね。元ヤンのさくらをお嬢様に見えるように言葉遣いから私が直して。大食いのアイスの食べ物だっていつも私が注文してるのよ。エリーも本当におバカだから、クイズの答えも事前に私が調べて、泉のおしゃれコーデだって私が全部考えてるのよ。ミサミサの甘えた声は聞いてられないし、いい加減ファザコン卒業したら、スーちゃんはみんなに黙って結婚して子供産んで、アズサは可愛いし、そりゃ私も会いたいけど、仕事場に連れてきたら仕事になんないよ。リーカー、ごめんね。もうほんとみんなしっかりして。
しなさいよ。リカもなかなか毒舌だよね。テレビではリーちゃんって呼んでね、うふって感じなのに、ビシバシ言ってくるところとか、ほんと先生みたい。いつもいつもプンプンしちゃってさ、リカこそイメージ大事にしなきゃ。私は大丈夫だから、みんなこれからも私についてこい。はーい。リーちゃんがあんな喋り方をするなんて、ついてこーいなんて。はい、それではカメラ回します。3、2、1。 BKA のつーちゃんだよ。みさみさについてこれるかな。ダイエット頑張ってます。今日もお勉強頑張るぞ。あなただけのサクランです。今日の私のおしゃれコーデ、みんな参考にしてね。今日も私たち BKA をよろしくね。そうそう、これがいつもの BKA だよ。やっぱりアイドルって裏の顔があるんだね。はあ、見てはいけないものを見てしまった。 BKA みんなの裏の顔、びっくりした子は評価をぜひ。このお話はリクエストのお話だよ。アイドルの裏側というリクエストを動画にしてみたよ。それではここで問題です。赤ちゃんがいたのはどのメンバーだったかな。コメント欄で教えてね。